あー、わかんねえ。あの、皆さんこんにちは、ずちゃんです。ゆうたんです。来週はですね、日本語能力試験の日なんですよ。何それ。日本語の試験というのはですね、日本語を勉強している人の、日本語レベルチェックを行うテストです。年2回があって、7月と12月がありますね。なんか日本のボーナスと同じタイミングだね。そうそう、お金がかかる。天と地の差だね。そうそう、でもその話は置いといて、ちなみに日本語の試験は5つのレベルがあって、一番簡単のは N5、次は N4、N3、N2 と N1。 N1 は一番難しいですよ。そう、N2 はその日常会話ができればほとんど合格できると言われてるんですけど、でも一番の問題は N1 ですよ。そんなむずい。そうそうそう、なんかあまり日本人でも使わない日本語ばっかりらしいと言われてます。言われてます。小さいね。そう、小さかどうかわからないけど、そう言われてます。ふーちゃん N1 持ってるの？N1 は一応持ってます。うわ、ドヤ顔。このドヤ顔。それはもう3年前とか2年前とか受けてる試験だから、今は本当できないのような気がするね。その時いい点数だったじゃん。その時は満点近かった。いや、でもその時猛勉強して、勉強しないと分かんないから、本当にそういう難しい単語ばっかりで。なので今日はですね、実際にN1 は日本人が使えるかどうか、または使う単語はどのくらいあるかどうかを検証してみたいと思います。はこの日本人の知見対象はこのですね、頑張るぞ、文段でございます。文段を実際に本当の日本語の試験を試すために、めっちゃ頑張ってネットで2017年の7月の試験問題を印刷したんですよ。めっちゃ探しにくかったんです。今日は本当文段が解けたかどうか楽しみですね。解けないかもしれない。でも俺一人じゃなんか不公平じゃね。なんで？なんか俺だけやってる。じゃあなんか見てるだけ。じゃあ私も、じゃあ私もやります。お、私もやります。頑張って。そう、ちょっとじゃあ前に悪い点数取ったら恥ずかしいじゃん。悪い点数取ったら喧嘩をして。まあまあまあ、私母語は日本語じゃないから。でも、あ、逃げた逃げた。でも今回の試験なんですけれども、聴解はなくて、単語と文法と読解しかなくて。あ、聴解があるんだ。そうそう、もともと聴解があって。でもリスニング。そう、リスニングで。ネットでどうしても聴解のデータ探せなかったから、もう今回は聴解抜きっていうことでございます。 OK です。時間はどうします？本当は何分ぐらい？聴解を抜くと110分ぐらいです、ね、110分。2時間近く。長いな。もうなめなよ。もう子供はもう外国語だから時間が必要なんだよ。50分はもう、半分も切るの？50分。分かった、じゃあ50分にしましょう。55分。55分にします。優しいね、はい、ではそれでは押してみます。いきます、スタート。よし、待ってたろう。お、あと11分です。もうやばいな。私一番気持ちいい姿勢でやりたい。いいよ。よし、終わり。何分？4分50秒。うわー。あー、疲れた疲れた。あなた、もう一度チェックしなくていいの？いいよ。はい、終了。もう、やばい。やばい。俺もやめよ。1、1、2。るちゃんは3、2、4。 お互い満点ですね。あ、ちなみにこれ文化の違いあります。台湾ではね、台湾が正解してる時にほとんどチェックを入れます。でも日本は正解する時に丸をつけます。これ文旦がやったんですけど、なんか丸をつけてます。こっちはその丸をつけたらもうほとんど間違ってるって意味だよ。ここ間違ってる間違ってるのような、そうそうそう。だから私もともと日本まだ慶応の時に先生にこう丸つけられてて、あれ間違ってるのと思った。違うね。そうそうそう、あれは ちっちゃい文化の違いだと思います。今回は
一緒にルーちゃんと N1 の試験、受けたことなんですけど、まあ、実際同じ点数だったね。意外でした。いやそれ思うと、まあルーちゃんみたいなね日本人じゃない方でも勉強したら日本人、まあ俺日本人かな。日本人。まあ日本人と同じようなね点数取れるようになると思うんで、皆さん一緒に、頑張っていきましょう。もう何が一番多く間違ったの？読解かな。読解だ。もう私も読解だ。いや読解俺ちょっと焦っちゃってさ。読解は難しいより長い。長いね。なんか、集中力切れちゃう。先に問題見てその後文章見た方が早いかもしれないんですね。結局ね、その問題で答えるわけだからね。そう。他のいらない文章とかあるわけなので、そこの問題見てから解いた方が早いと思います。単語と文法、まあ、すごい、まあ、日本でもよく使われる文章が結構あったんで、まあ、そこはねみんなやってて損はないかなって思います。我觉得就是它的里面其实很多东西是没有特别去背文法，但是平常跟日本人讲话都难懂，那个就会知道那个语感。我觉得，就是真的有差，就日本人平常会用啊。会話なんかね長いし、でもなんか俺よく思い出したんだけど、なんか大学の入学試験とか、あと大学の論文とか、で結構そういうのやってたから、まあ。結構役に当たったかなと思うね。あ、ちなみに日本の大学はほとんど論文書かないといけないんだよね。そう。日本で留学したい方はその論文を見る力が必要かもしれないんですね。いや必要だと思います。でも、日本もよくそういう、まあ、話は友達だったんですけど、就活で会社をその内定もらって、で論文は書けなくて結局入社できなかったっていうケースもあるって聞いたことあります。なんか台湾は他の学校はどうか分かんないんだけど、うちは結構論文書かなくていいのいいな。いいんだ。そう、なんか論文はその大学院しか書かないっていう感じかな。よく就活の時に、あ、小論文はどん、なんか論文は何を書かれたんですかって聞かれて、あるね、いや、論文はないですって。私もそれを聞いてすごいかなりのカルチャーショックでした。でというわけで来週7月1日ですね、日曜日。そう、もうすぐ日本語の試験だと思うんですが、新しい言語を勉強するのがもうすごい挫折感がたくさんあると思うんです。でも挫折感があるとともにすごい達成感もたくさんあると思います。そうだね。そうなので、みんながその挫折感にその落ち込まないように、もっとその達成感を味わいましょうね。もう合格したらね、そう、明るい未来が分かりますから。もし万が一合格できなかったら、まあ、その場合は考えない方がいいんですが、もし合格できてなかった場合にも全然落ち込む必要がありません。その勉強が未来につながりますから。そう、本当そうだと思います。そうだと思います。私も日本語に勉強して日本に来たもんね。今の努力は絶対無駄じゃないです。そう、一緒に頑張りましょうね。私もその日本語を勉強するのは本当になんかもう全員に終わらないみたいな感じなんですが、でもやっぱり楽しいですよ。文壇も中国語頑張ってるし、頑張ってます。頑張りましょう。頑張ってね。バイバイ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 。 See you next time。 今日はないの？ないよ。 See you next time。 ルーちゃんチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。